どうも皆さん、寝起きものスタイリストのミシルユイです。今日はですね、今日もね、前回から引き続き下駄のネタなんだけど、今日持ってる、皆さん下駄のイメージってどんなですかね。足痛いとか、なんかそういうイメージ持ってる人結構いるんだけど、そういう人はぜひ見てほしい動画なので、なんか下駄に対して痛そうとか、まあ、実際痛い時もあるんだけどね、なんかそういうイメージがある人はぜひぜひ、もしかしたら思考が変わるかもしれないので一度見ていてください。はい、ということでね、今回は下駄こうしたら痛くないよというか、まあ下駄のすげ替えについてのお話でございます。下駄のすげ替えというか、まあ告げてもらうとかでもいいんだけど、皆さんご存知ですかね。今私のこの手元にあるこの下駄はまさに告げ替えをしてもらったものですね、なんですけど、まあどういうことかっていうと、告げてもらうとか言うんだけど、ここの見えるかな、この鼻緒の部分ですね、これを職人さんに自分の足見てもらって、で足のサイズはね、もう聞かれたかな。で、職人さんがその人の足に合わせてこのきつさをしっかり見て、こうすげてくれる、すげるっていうんですけどね、っていうのがあって、それがそれをしてもらうとね、本当にね、絶妙な履き心地になります。ぴったりなんだよね、要は。なんで、要はさ、市販のものとかでさ、下駄こうやってもう、この状態で売ってるでしょ、こうやって。なんだけど、まあ、あんまり安い下駄とかだと、すげ替えができる下駄でないものもあると思うんだけど、すげられるものだったら、そういう風に職人さんにすげてもらうのがおすすめ。で、ここにね、ちなみにこの元々のこの下駄、これここは台の部分、木の部分が台で、ここが鼻緒なんだけど、元々はこんな鼻緒がついてました。で、これ見てわかるかな、かなり細いタイプで、私の足にはきつかったんで取ってもらったっていうのと、なんとなく新しい鼻緒にしたかったので変えたって感じなんだけど、こういう古い下駄とか、この台いい台だからすごく履きやすいよって言ってもらったんだけど、こういうのをこう、例えばですよ、おばあちゃん家になんか、この木の部分は割と綺麗なんだけど、鼻緒がねきつくて私の足には合いませんとか、そういうのがもしあったら、こうやって、私はね、浅草にある辻屋さんっていうところに行くんですけど、そういう職人さんがいるような下駄屋さんとか、通り売ってるようなところに持ってって、下駄のすげ替えしてほしいと、下駄だけじゃなくて通りとかもできるんだけどね、してくださいと言うと、自分の足に合わせて、なんかね、緩いわけじゃないんですよ、結構ね、こうしっかりグーって入れないと入らないんだけど、でも痛くならない、自分にちょうどいい感じで過げてくれます。で、もちろんこうやってその場でやってくれるから、こうやって足入れて、ちょっときついですとか、ここ当たりますって言ったら、それも直してくれるし、でも私のね、これはすごい一発でピターっていう、うわめっちゃ気持ちいいこれみたいなのができました。で、この鼻緒とかもさ、裏が布でふかふかしてるし、なんていうの、幅が広いので、やっぱりこういう昔の細いのより多分当たる面が広いから、痛さも少ないんじゃないかなと思いました。どうなんですかね、ちょっとその辺は私プロじゃないか分かんないんだけど、ぜひ下駄もし履きたいけど痛いっていう印象を持ってる人は、一度すげ替えなくても、そういう職人さんがいる履物屋さん行って、私の足に合わせて過げてくださいっていうか、その場でやってくれるところいっぱいあると思うんでね、そういうところに行くといいと思います。なんで、ね、ぜひ皆さん、下駄に悪い印象を持っている人はお試しあれ。
あ、あと足痛かったら足袋履こう。足袋履くの結構大事だと思います。で、すげてもらっても痛いなとか裸足で痛いなっていう時はこう足袋履いて、で慣らしてから慣れてきたら裸足でもいけるかもしれないです。夏はねやっぱね裸足の下駄が超気持ちいいので、ちょっと慣らして、そしたら裸足でも履けるように、私は大丈夫なんだけどね、裸足でなると思います。皆さんぜひ一度試してみてください。はい、ということで、下駄のねすげ替えというか、まあ、下駄をすげてもらうとかそういう話をしたんですけど、お通りでもまあ一緒ですよね。草履のをすげてもらうとかするとだいぶ楽になるんで、そもそもさ和装用の履物が嫌いな人とか結構いる。私もね結構苦手だった。なんか痛くなるっていうイメージがもう勝手についてたんだけど、そういう風に職人さんにやってもらってから一気にガラッと変わりました。ただまあ下駄の方が通りより台が硬いので、木でね これね、なんでね、まあ慣れないと疲れる人もいると思う。あとこの二枚刃なんでね、これとかはこういう独特の動きになるので、まあ慣れればっていう話の部分と、でもやっぱり職人さんにすげてもらったのめちゃめちゃ楽なので、ぜひぜひぜひって感じでございます。ということで長くなったかね。今日も、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ネオ着物スタイリストのミシェルユイでした。皆さん素敵で自由な着物ライフをお送りください。バイバーイ。